前回の動画の続きです。前回金沢の東茶屋街で古民家カフェとパンケーキと金箔貼り体験を楽しんでまいりました。金箔貼り体験のお店ではいろいろとすごかったですよね。ということで東茶屋街を抜け国道359号線沿いにやってまいりました。今回はサムネイルにもある通り太鼓と三味線の聞こえる静かな街がこの東茶屋街のすぐそばにあるということで、今回はその街をブラブラ散策した後夜ご飯を食べに行きたいと思います。まずは浅野川の道沿いを歩いて行きます。しばらく歩くと浅野川に架かる中野橋に到着です。この橋は歩行者専用の木造の橋となっております。もちろん橋の土台はコンクリートですが、それ以外は木造だそうです。昔は橋を通るごとに一文支払っていたことから一文橋とも呼ばれていたそうですね。金沢出身の小説家の泉鏡花の作品の舞台になったことでも有名な橋です。中野橋を渡り対岸にやってまいりました。今いる浅野川沿いの道路は鏡花の道と言われているそうです。そしてここが今回のお目当ての場所である和江町です。それでは和江町をブラブラします。和江町は江戸時代に建てられた木造の町屋が軒を連ね、浅野川沿いに昔ながらの風情ある料理屋や茶屋が立ち並んでおります。夕暮れ時になると芸妓が奏でる三味線と太鼓の音が聞こえてきて、情緒あふれる雰囲気に包まれる街でございます。ちょうど時間は夕方なので三味線の音が聞こえてきました。三味線の聞こえた場所の道をそれると暗がり坂があります。昼間でも薄暗い階段が続くことで有名な暗がり坂。この暗がり坂は和江町の花街に向かう旦那衆が人目を避けるために使用していた坂道だそうです。そして暗がり坂と並行するようにもう一つ坂があります。なんとも風情のある路地を進むと見えてくるのが明かり坂です。この坂は2008年、それまで無名だった坂に地元住民が五木博之氏に命名を依頼し明かり坂となったそうです。趣あふれる風景に出会えていい感じですね。夜には街灯の明かりと格子戸から漏れる光に浮かぶ街並みは魅力的だそうです。夜の景色を見たいのですが、もうすぐで着物を返却しなくてはならない時間になってきているので、ひとまず和江町を後にします。どこを切り取っても風情ある絵になる街ってすごいですよね。さあ着物を返却しに行くためにバスで移動します。和江町の近くにある橋場町金城楼前からバスに乗車します。やってきた金沢周遊バス外回りに乗車します。こちらは前回乗った青色のバスと違い赤色のバスでした。橋場町を発車です。金沢周遊バスはどの距離乗っても一律1人200円です。で、1日600円で金沢の観光地を結ぶ北陸鉄道バス乗り放題の1日フリーパスというお得な切符もあるのですが、事前調べを全くせず都営バスみたいにバスの車内で買えるだろうと思っていたら、なんと決められたバス案内所やホテルなどでしか購入できないようでございました。フリーパスを使おうと思っている方は注意してくださいね。そして着物のお店の最寄りの片町バス停に到着です。ここから5分ほど歩いてお店に到着しました。着物を脱いで洋服に着替えます。着物レンタル彩香さん。着物の学校が直営されている場所で伝統的な着物が多く置いてあり、ここでしか着ることができない着物もあるそうです。またお店の方がみんな優しい方で、次金沢で着物を着る機会があるときにはまた彩香さんにしたいですね。それではここから夜ご飯を食べに向かいたいと思います。
金沢といえば加賀料理と思われるかもしれませんが、私は違います。北陸といえばここというお寿司屋さんに今から向かいます。ちなみに石川県には今から向かう1店舗しかありません。片町のバス停から石川県立大学行きのバスに乗車します。スイカなどの交通系 IC カードは使えないので整理券をきちんと取ります。バスに揺られること30分で粟田5丁目東で下車します。ここからお目当てのお寿司屋さんは徒歩2分くらいです。ということでやってきたのはキトキト寿司です。富山の氷見に本店を置くキトキト寿司、店舗は富山県と石川県、新潟県と長野県にしかなく、石川県はここの1店舗のみです。私はプライベートでも北陸に行くときは必ず寄るお寿司屋さんで、ここののどぐろの炙りが一番好きです。ちなみにキトキトという意味は富山の方言で新鮮なという意味だそうです。その名の通り、どれもお魚は新鮮で美味しかったです。お腹もいっぱいになったこともあり、金沢駅に戻ります。粟田5丁目東のバス停から金沢行きに乗ります。1時間に1本程度で最終の1本前に間に合いました。ちなみに先ほどのキトキト寿司から歩いて15分のところには北陸鉄道石川線の音丸駅がありますので、終バスを逃しても金沢方面には帰ることはできます。ということで金沢行きのバスに乗車し、金沢駅方面に戻りますが、今回はここまでとしたいと思います。見てくれてありがとうございました。次回はどこに行くのかな。